同じようにですね、トイレにコーティングをしたばかりとか、あとは新しく家を建てたり、トイレを買い替えたりして、まだしっかり釉薬が残ってる状態なんで、日々の掃除は優しくしていきたいという方にもですね、おすすめなのかなというふうに思いますね。今回はトイレ掃除をしていこうかと思っているんですけれども、まだですね、しっかりコーティングが効いている状態ですから、少しでもですね、長く続いてほしいということで、今回はですね、優しくこの便器の内側を掃除していきたいなと思っています。それと便器の内側以外のトイレ室内の拭き掃除もですね、いちいち洗剤を変えるのが面倒ですので、同じ洗剤で拭き掃除をしていきたいなと思っています。そこで今回使う洗剤はこちらです。花王のホームリセット泡クリーナーです。家中これ1本で、まあ、どこでも拭き掃除ができますよというものですね。で、さらに除菌もできますよと。今このご時世ですから除菌も一緒にできるのは嬉しいですよね。それでこの特徴的なのは、拭き上げ後がですね、非常にサラサラしていて、洗剤残りがとってもしにくいんですよ。なので二度拭きがいらないんですよね。そこがですね、非常に特徴的なところなのかなというふうに思いますね。で、使える幅はですね、とにかくいろんなところに使えると。ただですね、今回掃除するトイレとは書かれていないですね。書かれていないんですけれども、もちろんトイレ掃除にも使えますからね。で、ポイントがですね、液性なんですよね。今回の掃除のテーマ、優しくトイレ掃除ということなんですが、液性が中性なので優しいということになります。では早速始めていきたいと思うんですけれども、まず便器の内側、ここはどうやって掃除をしていくかというと、シュッシュッシュッと吹きかけて、トイレットペーパーを直接手に持ってですね、優しく拭いていくというやり方で終わらせようかなと思ってます。汚れもですね、全然ついてませんので、それぐらいでいいのかなというふうに思います。では始めていきます。こんな感じでですね、トイレットペーパーを持ってスプレーして、ちょっと少ないのでなくなりそうな感じもしますね。はい、そしてもうこうやって洗っていくと。直接手に持って洗うことについて抵抗ある方もいるかもしれませんが、素早く洗わないとトイレットペーパーが溶けてしまうんですけれども、汚れが、はい、そんなにないんでこれで OK ですね。そして流しておいて、はい、ということで今回は優しくトイレ掃除をテーマに、こちらホームリセット泡クリーナーを使ってトイレ掃除をしてみました。同じようにですね、トイレにコーティングをしたばかりとか、あとは新しく家を建てたり、トイレを買い替えたりして、まだしっかり釉薬が残ってる状態なんで、日々の掃除は優しくしていきたいという方にもですね、おすすめなのかなというふうに思いますね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。